今からあんたたちは私のお人形になるの。けどあんたたちはあんまり素敵じゃないのよね。だから俺とさあ始めましょう。俺と避けて。無理無理無理。簡単に壊したりしたらつまらないでしょ。わしが間違っておったのか。クーをこのままにしてはおけん。どけ、わしの命が聞けぬか。あとは頼みます。さっき芥田から連絡があってね。黒曜と加工が倒されたって。自分でもよくわからないんだ。でも痛いんだよね、ずっと。あともう少しで心臓を取り出す準備が整います。できたよ、心臓が。くそ、なんですって。くそ、急ごう。あそこに美月がいる。予定よりずいぶん早いな。美月もよくやってくれたな。さあ、それはこちらへ。待て、美月、聞いてくれ。ライトン、ヘビミカズキ、ライトン、オロジンモク。おいくスクラレはそもそも人間を守るために作られたんだろ。ボルト、邪魔しないで。美月、クーズマ、ダメろ。これが僕の意志だ。私の心臓が。クー様、美月、あれは。このハマル先生、今は一刻を争います。お願いだから僕を止めないで。全てが終わってから罰は受けます。分かった、これだけは忘れるな。何があってもお前は変わらず第7班のメンバーだ。はい。美月、貴様、もう計画は諦めた方がいい。今頃心臓を奪うはずだった。解放されている頃だよ。待たせたな、お前たち。4度目、ご無事で。ああ、どいてもらうぞ。ドトン荷重ガンの術、行かねばならん。僕、話は後でゆっくり聞くってばさ。美月、このままでは終わらせんぞ。美月、待て、危ない。あいつ、ボルトとサルダはクーを追って。でも僕を信じた君たちのところに戻る前に僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。なんでだ、美月。行かせないよ。まったくしぶといね、あんたたち。行くよ。ああ、じらじらしい。今さら友達のふりはやめろ。土影様が解放された、クーは終わりだ。黙れ。友達だと思っていたのに。それは違う、君を助けたいと思って。だったら君の心臓を僕にくれよ。なんでよ。
剣を着飾ってもそれだけじゃ素敵にはなれなかったみたいだね。死んじゃえよ。殺すのが目的ならあの時君を助けたりはしない。この葉隠れの里に害を及ぼすのか、僕はそれを見極めるため。クー様は人間のために。わかるよ。何をだよ。君たちには意志がある。友達を裏切った君が何を今さら。ボルトを殺す。どうした、戦うしかないのか。もう他に道はないんだ。わかった。動かないで。君の心臓を手に入れる方法を知ってる。あの人なら君の心臓を。気休めはいいよ。君の強さは僕じゃなくてボルトを守るための強さだったんだね。羨ましいな。すげえ。測るんだ。さっきキララが死んだ。ねえ、美月、僕たち友達だったよね。お待たせ。遅えぞ。ごめん。大丈夫だった？詳しいことは後で聞くってばさ。さっさと終わらせてこの葉隠れの里に帰るぞ。殺されに来たか、ひ弱なガキど。見て、胸が。これは。あなたは危険だ。野放しにはできない。いかん。ああ、三代目様、待ってください。急がねば。今度という今度は失うわけにはいかんのじゃ。眼中楼の術。美月、なぜ裏切った？美月は俺たちの仲間だ！じゃあ、美月の変化に気づかぬ貴様に仲間を名乗る資格はない。うるせえ！今すぐに頭に血が昇る！ボルト！近丸、苦労をかけたな。あいつらのこと頼んだぞ。七代目様！お前たち、ボルトたちの力になりたいんです。諦めろ。だとしたら閣下に行くまでです。後で罰を受けるのは覚悟の上です。七代目様。君たちなかなかいい弾持ってるじゃない。俺は何も見てねえぞ。その程度では死なないはずだ。美月は探していたのかな、本当の仲間ってやつを。あんたは十分やってるよ。なんで？セキ！ボルト、クーはどこじゃ？お前に手柄を譲るのは悔しいけど、もう一歩も動けねえ。サナダ、行くぞ！うん。面白い。素晴らしい。先鋭ジャッシュ！予算か、クー。美月、大丈夫か。それなのにどこで道を踏み外したの。今のお主は苛立ちと憎しみに支配されておる。チーさん。マスター、あなたは置いた。ジントン、限界剥離の術。大貫さん、大丈夫ですか。見つかったのか、お前が探してたものってやつは。僕が空っぽかどうかわからない。これは僕の意志だ、間違いなくね。来るよ。こいつを私によ。君たちを守りたい、それが僕の意志なんだ。見た目が同じかどうかなんてどうでもいい。それより肝心なのはここにある意志じゃねえのか。第7班復活だってばさ。お前
めるな。畜生、あんなが動かねえ。貴様、非力な意志を塵にしてやる。お主の言う通りじゃ。もう限界剥離の術。